こんにちは中村ですいつもご視聴ありがとうございますこのチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています今日はうまい図面を書くコツについてお話ししていきます今日お話しする内容は次の3つですね1つ目正面図を正しく選ぶ2つ目余計なことを書かない3つ目最小の線と記号で最大の表現それでは 今日もインベンター 3D キャドを使って詳しく解説していきます。はい、今日用意した題材のモデルはこのようなパーツですね。フランジ形状があって真ん中に穴が開いています。 そして反対側ははネジがが切っっってて、てあベアリングままるようなな形状になってますね。それではこのパーツを図面に展開していった時にどのように展開するといい図面になるか読みやすい上手い図面になるかを解説していきます。それでは今から上手い図面を描くコツについてお話ししていきますけども寸法の入れ方とか記号の入れ方というのはお話ししません。 今日のメインのお話は図をどのように展開するとシンプルでわかりやすい図面になるかそういう一味違った図面のコツですね手書きの時代の人がやっていたわかりやすいシンプルな図面の書き方を解説していきたいと思いますはいそれでは先ほどの部品を製図してみましたこの図面は実は悪い例の図面ですね 皆さんこれを見られて悪いところが4つ5つ見つかるでしょうかパッと答えられる人は図面のノウハウがある方だと思っていただいていいと思います。では次に良い図面を見てみたいと思います。はい、こちらが良い図面ですね。パッと見た感じ、先ほどよりかなりシンプルだと思います。はい、こちらが悪い図面。 こちらが良い図面ですね。はい。それでは、この悪い図面のどこが悪いのかというのを具体的に解説していきたいと思います。はい。それでは悪いところを一つ一つ解説していきたいと思います。まず一つ目、正面図を正しく選ぶというのがあったと思いますけども、 この図面は正面図を正しく選べてないんですね。今この図面で言うと正面図は上のこの図、これが正面図ですね。左右にそれぞれ展開していって、その下に断面 AA の断面図が描かれています。まず正面図を選ぶ基準は何かというと、その部品の機能や形、それから加工方法を 一番よく表している面を正面図に選ぶんですね。ですからこの部品の正面図は、実はこの下側の断面、これを正面図に選ぶべきなんですね。ここにほとんどすべての情報が入っていると思います。旋盤加工する外形の形状、それから中ぐりの穴の形状、ねじ切りの形状、ほとんどすべてこの図面でわかると思います。 ですからこの部品で正面図に選ぶべきはこの断面 AA が正面図になるということですはいそれでは次のダメなところ2つ目ですねこれは余計なことを書かないというところなんですけどもこの図面には余計なものがいっぱい入ってます例えば右上のボルトピッチを書いたところ 6箇所5.5の霧が空いてると思いますけども、ここに破線いっぱい入ってますね。まずこの破線は全く不要です。この右側の絵で表したいのは、この5.5の霧穴の配置ですね。このピッチ円直径と霧の直径、それから霧の数、これが記入できればいいわけです。それから反対側の左側面図。 これも余計なものがいっぱい入ってます。この左側に展開した時に何が見たいかというと、平取りの中心位置からの寸法、それから木溝の寸法ですね。このあたりさえ表現できればいいので、ボルト穴のピッチ円ン直径とか、フランジの 75π の外径とか、このあたりは必要ないということですね。これは全部消した方がいいということになります。 それから今、正面図に当たる部分の破線ですね。これも全部必要ありません。JIS では分かりにくくなる場合は、破線の表現は不要であるというふうに決まってるんですね。ですから、ここの破線は必要ありません。これが余計なことを書かないという意味ですね。はい。それでは次は三つ目。これはどれかというと、 この断面 AA ですね。正面図から断面を取って、下側に断面 AA を展開しています。この正面図の中心線。この中心線は基本中心線と呼ばれる中心線です。基本中心線というのは何かというと、その部品の対象を表す基本的な中心線。これを基本中心線と言います。 そして、この基本中心線で断面にする場合は、断面の指示は不要と決まってるんですね。ですから、この断面 AA の矢印のところの指示、それから下側の断面 AA という文字、これも両方とも不要だということになります。はい。それでは次は、最小の線と記号で最大の表現をする。これの意味を解説していきます。 この右上の6.5切りの配置を書いた図ですけども、このフランジの 75π の外形も不要ですし、当然先ほど言ったように破線も不要です。そして中心部分に空いている穴、これも不要です。そしてこのボルト配置、左右対称なので半分省略することができます。 図面を展開するときの基本的な考えとして、一つの図で表せれるものは一つの図に留めるということですね。そして、その一つの図で表現できない部分を側面図や上面図として展開していくということです。ですから、このボルトピッチの配置を書きたい場合は、ボルトの穴と中心線だけ書きます。 そして左右対称であれば半分だけ書けばいいということになります。はい、それでは最後にもう一つ解説していきたいと思います。この図面の悪いところ、悪いところというよりは JIS の規格で外れた書き方をしているところがあります。それはこの M6 のタップ2箇所が D カットのところに空いていると思います。これを今断面 AA の方で 寸法とタップの指示がしてありますけどもこれはダメな,んです、ね、なぜダメかというと穴とかタップというのはその加工面から指示をするというふうに決まっています。ですから正解はこの上側の面ですね。このタップを開ける側のところに寸法もタップのサイズの指示も書かなければならないということです。今この断面 AA の方で示していますので。 これは間違いだということになります。はい、それでは今の話をもとに、この E 図面の方を見ながら解説していきたいと思います。まず一つ目、正面図の選び方ですね。正面図はその部品の主な形状がわかる面、それから主な加工方法がわかる面を正面図に選ぶということです。これは一番大切なことですね。 この選び方を間違えると変な図面になってしまいます。この部品の場合は、この断面のハッチングがしてある面、この断面の図、これが正面図になります。そして、この正面図に寸法とか記号を集中して入れます。そうすると、例えばこのように、左側面図、右側面図、上面図がなくなったとしても、 この正面図さえあれば、ほとんどの加工形状が分かるようになっていると思います。これが正面図だということですね。その部品の代表的な形状を表したところに寸法と記号を集中して入れると、この面だけでほとんどの情報が得られるということになります。これが正面図ですね。はい。そして、この正面図で表すことができない部分を展開していきます。 まず、このフランジ形状の 75π のところに空いているボルトピッチですね。この配置がわからないので、右側に面を起こしていきます。はい、このように面を起こしました。面を起こすということは、正面図で表現できなかったものを表したいので、その表したいものだけ書きます。今の場合だと、ボルトピッチ、 それからボルトのバカ穴のサイズ、これだけを展開して書くということですね。75π の外形とか 12π の穴は書く必要はありません。しかも左右対称なので半分だけ書けばいいですね。そこにフィッチエン直径とボルトの穴サイズと個数、これを記入するということです。そして実のルールで 左右対称の半分を省略する場合は、左右対称記号というのを入れることになっています。ここに二重線があると思いますけども、これが左右対称記号ですね。これでボルト穴の配置が表現できました。はい、そして次は、キー溝と D カットですね。これの形状の表現が必要になります。 ですから左側にこの絵を展開していきますはいこれでキー溝と D カットの寸法を表現することができましたここもこの D カットとキー溝の形状だけ表現しますですから 75π のフランジの外形などは書きませんはいそれでは最後あと表現できていないのは M6 のタップ2箇所ですね これは先ほど説明したように、タップを開ける側から表現をする必要がありますので、上面図を起こしていきます。はい、これで上面図を起こすことができました。このボルトの配置の寸法とタップのサイズと個数、それからあと表現できていなかったキー溝の長さ、この辺りを記入していきます。 これでうまい図面、シンプルな図面が完成しました。このように最低限の線と寸法、記号で最大の表現をするというのが良い図面ということになります。これ悪い図面と比べてみるとだいぶシンプルだと思います。これが悪い図面ですね。ごちゃごちゃしてて見にくいと思います。こちらが良い図面ですね。 もう一度おさらいするとどの面を正面図に選ぶかというのが一番大切な最初のスタートですそして正面図を選べたら正面図に集中して寸法と記号を入れていきますそして正面図で表現できない部分それを側面図とか上面図に展開していきますそしてその展開した面に 表現したいいいいももののだけを書くととととううここでですす余計なものは書かなはいかいね 3DCAD の場合はどうしても最初に正確に全部配置されてしまいますけども逆に消していく作業になりますね。手書きの時代は余計なものを書かなくて済んだんですけどもこの CAD の時代になって余計なものを書かないというよりは余計なものを消していくという作業になります。 少し手間がかかるんですけどもこのようにシンプルで見やすい図面を描くということは誤作を招かないということになりますねややこしい図を描くと誤作してしまいますし加工業者さんも図面を見るのに非常にナーバスになってしまいますですからシンプルで良い図面を描くというのは非常に重要だということですはいそれでは前編はこれで終了しますけども 後編ではインベンター 3D CAD を使ってこの図面の展開の操作方法を具体的に解説していきたいと思います。